奈良県立平城高等学校。奈良県立平城高等学校。奈良県立以城高等学校。英語表記。奈良プリフェックチャール平城シニアハイスクールは、奈良県奈良市に所在する公立の高等学校。関西文化学術研究都市平城、佐原地区に位置する。奈良県北端の公立高等学校であり、京都府木津川市との境に、極めて近い立地である。 公明は、設置準備の段階では、北は高等学校と、歌唱されていた。その後、奈良北、奈良山、平城、高野原から検討され、高知が、奈良山の一帯だけでなく、平城風跡の北部にも位置する子から、平城に決まった。男女共学。2006年度には、全日制普通科に加え、全国で初めて小学校教諭志望者育成のための、 全日制普通科教育コースが新たに開設された。奈良県教育委員会が来たる教員不足に備えて教師を目指す生徒を確保するためである。奈良教育大学などとの協力した授業や行事を展開している。この動きは京都府や兵庫県などにも広がっている。現在は教員不足が解消し、逆に教員が余剰になる状態となったため。 特別選抜による教育コースの募集は廃止された。しかし、平城高等学校は引き続き一般選抜による入学者の中から小学校教諭志望者を募って教育キャリアコースとして取り組みを続けることにした。交通支弁の高野原駅からすぐの立地にあることから生徒は奈良県の広い地域から集まってくる。また協定により、 京都府木津川市などの隣接地域からも若干名生徒が越境通学してくる。逆に奈良県奈良市高野原周辺の生徒が京都府立南洋高等学校へ若干名越境通学している。交渉は奈良時代平城系で使用された河原の文様である福弁八葉連下文を図案化したものの中にこの字を据え対象を採用している。 2018年6月8日、奈良県教育委員会が公表した、県立高等学校適正化実施計画案によると、西の京、平城、東尾家級の奈良県立高等学校3校を並行し、奈良県立国際高等学校、下唱と奈良県立大学附属高等学校、同の2校を新設するとした。また、平城高等学校のコーは2022年度から、 奈良県立奈良高等学校が移転して使用することが隠された。計画案は同月28日、県議会の文教暮らし委員会で審議され可決、本会議でも7月3日に可決された。県教委は2020年から順次予定している開校に向けた手続きなどを進めるとしている。校訓は創造、敬愛、兼任、創立30周年に向け、 2008年には、笑顔の数だけ夢があるというスローガンを定めた。男女共にブレザーを着用する。男子はネクタイ、女子はリボンをつけ、これらの色が赤、青、緑と各学年によって入学時に分けられる。なお、体操服、上靴であるスリッパ、生徒手帳などもこれらの色である。いずれの行事も生徒が主体となって行われる。 平城ウルルン滞在期と称し、2年生の10月に中国、四国地方、香川、高知、愛媛、徳島へ3泊4日の修学旅行を行う。クラスごとでの行動となり、ラフティングなどの体験を行うクラスが多い。また、教育コースは現地の小学校と交流する機会が設けられている。さらに、1日目には民泊を実施し、農業や漁業を体験する。 ちなみに、私服での参加である。奈良山祭と呼ばれる。毎年9月初旬に2日間開催。1日目は原則非公開。2日目は生徒の招待客や地元住民への公開という形をとっており、自由に立ち入りはできない。その内容は、一般的なクラスごとの出展やイベントもしも物やコンサートなどに加え、 奈良県下で唯一この高校にのみ存在する水球を行う、水球によるウォーターポロボーイズと題する男子シンクロ演技、また生徒らによるゴヤ祭では平常ステップと呼ばれるダンス、公立高校の文化祭としては異例な花火の打ち上げを行い、最後に校歌を歌うというかなり独自色の濃いものである。また、 平常高校生徒の一番の特徴として祭り好きと多方面から評価され。体育大会は特に名称はないが、毎年9月中旬に高校から近い奈良市立、河野池運動公園で行われる。これは一般非公開である。2008年度においては河野池運動公園改修工事のため、柏原陸上競技場で行われた。体育大会に向けて各クラスでは、 学級期を一学期の終わりから夏休みにかけて作成する。競技の内容は100メートル200メートルリレー競技などの競争、12人13脚大縄跳びなどの団体競技、その他にも走り幅跳びソフトボール投げなどがあり、2010年度には障害物競争が新設された。これらの競技はクラス対抗で競われる。昼休み中には、 水球部によるエッサッサと呼ばれるダンス、自由参加のフォークダンスが催される。1学期と3学期には球技大会が行われる。この行事でも各クラスオリジナルのタオルを作ることが多い。内容は1学期がドッジボール、3学期はサッカー、バスケットボール、3学期は2年生のみの参加となる。また、三学期には一、二年生のカルタ大会や、 一年生の防災歩行訓練が行われる。防災歩行訓練とは、地震などの災害時に交通機関が麻痺した状態を想定して行われ、一駒、郡山、奈良の各地点から徒歩で学校を目指す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。